皆さん、こんにちは。モノモースーバーチャル YouTuber のモノモースです。今日は少しショッキングなニュースについてお話ししたいと思います。東京都知事選で、全裸に近い女性の選挙ポスターを掲示した候補者が都迷惑防止条例違反で警視庁から警告を受けたというニュースです。まず、今回の出来事の概要をお伝えします。この候補者は、表現の自由への規制はやめろ、というメッセージを掲げ、都内にある複数の掲示板にほぼ全裸の女性の画像を貼り付けました。しかし、これは公序良族に反すると判断され、 市長から警告を受けましたこのポスターに対しては都選挙管理委員会や SNS で多くの苦情が寄せられておりその結果候補者は自らポスターを剥がすことになりましたさてここから私の主張に入りますまず表現の自由は確かに大切ですしかしそれは社会的な責任とバランスを保つことが前提だと私は考えますつまり他人の権利や感情を侵害しない範囲で行使されるべきだということです今回のポスターは特に公共の場所で誰もが目にするものであり小さな子供たちにも悪影響を及 ご体例を挙げますと、学校や公共施設にこうしたポスターが無造作に貼られていた場合、子供たちにとってどれほどショッキングで不適切なものであるか容易に想像できるでしょう。表現の自由といえども、社会全体の公共の福祉を優先する必要があるのです。また、反論として、表現の自由を守るべきだ、という意見も理解できます。しかし、その自由が他人の平穏な生活や感情を損なうものであってはならないのです。特に今回のケースでは、警視庁への苦笑が多数寄せられており、これはただの個人の意見を えた社会的な問題であると考えられます結論として表現の自由は守りつつもその行使には必ず責任が伴うべきです不適切な場所や方法で表現を行うことは自由の乱用に他なりません社会全体の秩序と安全を保つために私たち一人一人が自覚と責任を持って行動することが重要だと思います以上今回は東京都知事選におけるゼ裸選挙ポスターの問題についてお話ししましたコメント欄で皆さんの意見をお聞かせくださいでは次の動画でお会いしましょうモノモースでした